ちょいこっちが縮めるこっち。もう始まる。まだ大丈夫。ちゃんと秒読みでどうぞってやってくれるから大丈夫です。緊張。大丈夫だよ。あれ聞こえた。ちょっとマナー戻してください。カデナ。ちゃんと言うよ最後でって言ってねって。これ今喋っていいんですか。うん、もうちょっとでも入るよこれが。それではカデナ街角情報。うん、ちょっと黙ってもらっていい。はいどうもー、カデナ街角情報局、亀ちゃんでございます。よろしくお願いします。はい、じゃあゆりちゃん自己紹介お願いします。まあ、もう言っちゃったけどね名前ね。うん、はい、こんにちは、埼玉県から来た、ゆりと言います。はいはい、はい、まあ、ゆりちゃんはですね、僕たちあの読谷でゲストハウス月と海っていうのをやってるんですけど、うん、そこ あのスタッフヘルパーさんをやってもらっているゆりちゃんですね。まあ、今日はね、メインパーソナリティの木部さんがね急遽あの仕事で来れないということで、よかった今日一緒にいて。もうちょいで俺一人で喋るとこだったからね。まあまあさっきもちょっと話したけど、一人で喋るってめちゃめちゃ大変で、本当にね会話って二人でやるもんだよね。うん、もう15分で喋り終わって、あと45分厳しい。あ、もう嘘ついてた。うん、嘘嘘ついてたし、一、うん、人二役、うん、もう誰かがいる手で喋ってたからね。うんうん、それを比べるとね、誰かいるって本当心強いよね。うん、心強いね。うんうんうん、まあまあまあ、これね、街角情報局っていうことなんで、まあ、カデナなんだけど、まあ、ちょこっとねそういったカデナの紹介とかも本当しなきゃいけないわけさ。うんうん、まあ、俺たちはいつも喫茶店にいる感じで、うん、好きなこと好きなだけ喋って、うん、じゃあねって帰るんだけど、うん、まあ、カデナ何があるかな。うん、そうだよね、まあ、ネーブルカデナってあるんだけどさ。最高ネーブル、ネーブルカデナ、うん、ゆりち、うん、何だろう、今日行ったほらユニクロ行ったでしょ、宜野湾の。うん、いたいた。あんな感じでいろんなお店がいっぱいあるところ、うんうん、そこはねもうカデナで唯一の繁華街。そうなんだ。うんうん、へ、まあ、よく僕もね買い物行ったりとか、うんうん、立ち読みしに行ったりとかね、うん、まあ行くんだけどね、うんうん、そんな感じであるわけですよ。ということでカデナ紹介をしたところで、はい、もう仕事は OK ですよ。はい、情報局としての仕事は OK です。うん、あとはもう好きなように喋、はい、っていきましょう。はい、うん、まあまあこれまあじゃあ聞いちゃおうかな。じゃあゆりちゃんはなんでその沖縄に来たんでしたっけ。沖縄に来たのは、うん、まずちょっと仕事を辞めて、うんうん、やりたいことができて仕事を辞めたんで、はいはい、でそのまあ期間お休み中に、うん、まあ、ずっと、まあ、昔から沖縄が好きだったっていうのもあって、ほうほうほう、うん、で、まあ、このお休みの期間にも、うん、なんかせっかく今しかできないことをやろうって思って、うんうん、で、月と海の、うん、フェイスブックとかを見て、ここなら、うん、なんか、ま、自分が精一杯楽しめる場所かなって思って、うんうん、選んでそこのヘルパーに応募して、うん、来て1日目で来てよかったって、うん、思った、うん、1日目で思った、うん、でも最初はねなんか緊張してたんでしょ。うん、だいぶ緊張で。まあまあね、これ性格によるからね、うん、すぐ入れる人もいればやっぱり緊張しいの人もいるし、うん、でもまあ2日目3日目とどんどん日を重ねるごとに緊張取れていったでしょ、うん、取れて、うん、まあ、最初からいた人とかにも、うん、結構すんなり周りになれたねって言われたから、うん、結構あまり馴染むのがそこまで得意ではない方なんだけど、うんうんうん、なんかこの沖縄だからか、うん、なんかみんな優しいから、うん、なんかスーって溶け込めたなっていうのはありました。うんうん、よかったね。もう正解だよもう。うん、来てよかったって本当に思う。うん、僕たち、まあ、僕たちだけじゃないんだけど、うんうん、沖縄人でこんな感じ。うんうん、もうイチャリバチョーデーって言葉があるんだけど。イチャリバチョーデー。うん、そうそう。うん、これ一回言えばみんな兄弟って意味なんだけど、うんうん、だからもう
一回もう変わったら、もういっさんおいでおいでみたいな、うん、兄弟みたいに仲良くするって意味なんだけどさ、うんうん、これが沖縄のなんか文化っていうか、うん、いちいち今日来たばっかりだからとかそんな感じなので、うん、いよいよ入れとか一緒に飲もうとかさ、うん、一緒に遊びに行こうとかさ、うんうん、そんな感じの文化だからさ、うん、まああとはまあ、うん、来てくれたお客さんとかもね雰囲気も良くて、うん、まあ、いろんなのが、ね、あってね、うんうん、いろんな出会いがあって、うん、まあ、毎日人が、まあ、来ない日もあるけど、うん、来てくれたお客さんと話して、うん、出るときに行ってらっしゃいって言って、うん、見送りで出てくときとかも、うん、まあ、今日来た人とかも、うん、すごい居心地が良すぎて、うん、本当は10時に出ようと思ってたけど、うん、1時間延ばしちゃったみたいなこととか言ってもらえるのが、うん、なんかやっててすごい嬉しいなって、うん、うん、思います。うん、うん、だからなんだろう、おもてなしサービスだけじゃないかもしれないな心のおもてなしだよ、うん、心、うん、おもてなしだよ本当にねえ、もう、うん、古いと思ったけどね今ね、うん、言うことがちょっとね、いつだろうだいぶ前かもな、うんうん、でもまあなんだろう、思ったのがその、うん、楽しいとか、うん、っていうのは特別なことじゃないんだなと思ってさ、うん、なんかすごくなんかしてあげたから楽しいとか、うん、そういうのではなく、うん、本当に自然にただ楽しいとか自分がその好きっていうか居心地のいい人と一緒にいるだけで何やっても楽しいんだなと思うわけさ、うん、変な話ただの散歩してても楽しいわけよ、うん、ただのドライブしても楽しいわけさ、うん、誰といるかなんだよ本当に、うんうん、よかったね、でもね来てね、来てよかった、うん、心から思います、うん、だからこういうそのゆったりした時間とかゆったりした、うん、まあ、世界じゃないけど、うん、そうこういう島もあるんだなっていうのを分かっただけで、うん、せかせかのところも、うん、にいても、まあ、その頑張れるよね、頑張れる、うん、結構埼玉にいた時は、うん、やっぱり毎日忙しい、うんうんうん、毎日忙しい、でも自分のやりたいこともやりたいけど、うんうん、まあ、そのなんだろう、忙しいせいにして、うん、やらなかったりっていうのもあったから、うん、まあそれだけのせいじゃなくして、うん、まあ、自分で時間をちゃんと作ってやっていこうって思ったんで、うんうん、まあ、徐々ちょっとずつでも、うん、なんかその自分の道に進めればなって思ったんで、うんうん、まあ、沖縄もずっと来たいってもう2年ぐらい前から思ってたから、うん、もう思い切って来てよかったなって、うんうん、思い、うん、こうやってね、みんな来てくれたその、うん、ヘルパーさんとかしてくれる人が、うん、お客さんも含めて、うん、こんな風に言ってもらえるのがやっぱ嬉しいよね、うんうん、来てよかったってね、でまた帰ってくるねっつって、うん、行って、うん、でまた今度来た時にやっぱり一回りも二回りも成長してるのを見た時に、うん、あ、やっぱすごいなと俺たちも頑張らんとなといつまでもなんかアンポンタやってられないなみたいな。アンポンタ。思ってんだ一応は。もう俺たちだって。うん、だからまあ良かったということだよね。良、うんうん、かった。うん、でさ、まあこれから先はまあぶっちゃけ分からないけど、うん、うん、なんだろう、じゃあもうこの流れでまあ言うけど、まあ、ゆりちゃんどんなタイプの男の人が好きなの？タイプは、うんうん、タイプは本当に、うん、なんか。聞かれるんだけど、うん、いつもわかんないって言ってしまう。え、生きてればいいみたいな感じとりあえず心臓さえ動いてればいいみたいな感じいやいや、そうじゃないんだけど、なんだろう、まあ、好きになった人がタイプ、なんかそれぞれ違うから、これね、女の人の本当にね超逃げ道なんだからな、これ本当になんだろう、好きになった人がタイプってなんタイプだから好きになるんでしょうか。うん、なんだろうね、なんなんだろうあ、共通したのはない、なんか、うん、大体好きになる人は、でもやっぱり車の運転が上手い人がいいなって思う、うん、もう何ドライバーもう、じゃあ教習所の人なんてもう最高じゃん。あ、最高最高何なのこのこのすんごい一つに特化したみたいな感じうん、うん、車の運転、うん、機械に詳しいとかそんなのでもなく、そうだね、なんか整備士さんとか、なんか自分ができないことを、うんうん、できる人、なんかその、はいはい、機械とか苦手だから、うんうん、なんか機械やったり、うん、なんか
車のとか飛行機のとか、うん、こう下に入ってこうやって、うん、なんかカチャカチャやってる姿が、はいはいはい、ときめく。あ、なるほどね、うん、ちょっと手がオイルまみれで、うん、あ、働いてる男の手ゴツゴツしてるみたいな。あ、そうだね。あ、なるほどね、うん、じゃあ男らしい、まあ、ありきたりかもしれない男らしい人が好きなんだね。そう、うん、そうそうそう、うんうんうん、そうだね、うん、なるほどね、うん、ゆりちゃん、ま、任せといて、これから先の未来は任せといて本当に、ね、こんな感じでね、あの、うん、まあ、沖縄の人は、うん、なんだろう、まあ、ストレートなんだよね、うんうんうん、それは思うでしょう、うん、あ、ま、逆に言うと、あの、お世辞を使う頭がないんだよね女の人に正直なんだ。そうなの、うん、すぐなんかあの、うん、オブラートに包んで周りくどいじゃないけど、その、うん、ニュアンスとかで伝えることができないもんだから、うんうん、もう好きってすぐ言っちゃうんだよね。うーん、多分向こうだと、うん、多分まあもじもじしてる子た、うん、やっぱり装飾系っていう人たちが多いから、まあ、なんかまあ友達とかでもあいつのこと好きなんだよみたいな感じでも、うん、手助けをしないといけなかったり、うん、なんかまあ、ほうほうほう、結構もじもじ男子がやっぱり今の世は多いなって思うから、これはね本当にね、あの、みんな転ぶのを怖がって走り出さないのと一緒で、うんうん、俺転びすぎてもうど全身痛いんだからね俺何回心の救急車呼ぼうと思ったから痛すぎて全身がそれぐらいあの、うん、心怪我して、うん、それで次に転ばないっていうのを学んで、うん、まあ、もし転んだとしてもこうやって立ち上がるっていうのを学んで行くわけですよ、うん、だから最初に転ぶのは怖いけど最初にその転びをやっとかないと、うん、いつまでも踏み出せない、うんうんうん、と思うわけさ。なるほど。そうだけど俺なんてあの後ろから押されてこけたようなもんだからね、うん、あのもうだから大丈夫ごめんなさい、マジであの哀れぶのやめてもらっていいですちょっとああ、まあ、そんな感じで、うん、うん、なるほどね、装飾系ね、うん、そうだね、装飾系じゃない人がいいかな。そう、なるほど、ワイ、ワイル肉食系っていうか、でも肉食すぎても嫌だけど、なんか何それ、その中和ロールキャベツ系ってことかそうそうそうだね、うん、見た目はふわーっとしておとなしいけど、うん、まあそのキャベツほどいたらうわー肉食みたいな感じ、うん、うん、かな。確かにあの俺も思ったわけですよ、肉食か草食か、うん、両方に偏ってても、うん、今の時代はちょっと、うん、ね、だからちゃんとキャベツを相手に合わせて剥けるか剥けないかみたいな要は相手に合わせられる人、そうだね、いいよね、うん、あの同じ肉食でもガツ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 っていうかは、うん、まあちょっとやだかな、うん、なるほどね。俺なんてブレーキのない自転車って呼ばれたからね、坂道を転がるブレーキのない自転車だね、うん、お前って言われたからね、あの大怪我するね、大怪我するし曲がれないし止まらないし、うんうんうん、なるほど、ちょっとブレーキ機能をつけましょう、じゃあ僕の心にも、うん、なるほどね、うん、じゃあまあまあまあ、でもゆりちゃん問題ないんだけどね、うん、どうなんでしょう、うん、本当にね最近思うよね、あの、うん、男の人の目がちょっと悪くなってるのかなと思って、うん、ゆりちゃんみたいな可愛い子をほっとくなんてレーシック、うん、心の目のレーシックが必要だよね、うん、俺なんてもう百眼みたいな、もう全部が目だからいっぱいあるからさ、目は1、2個塞いだぐらいじゃもう、うん、見えなくならないからさ、うんうん、だからそんな感じであの、うん、ゆりちゃんほっとくんじゃねえぞって感じね、よしゆりちゃんの開始募集も終わったところでよし、じゃあ何の話しようかな、もう見てこの分かるでしょ、この喋るのがどんなに大変かっていう、ぶっちゃけまだ、うん、あの17分まだまだだね、でしょ、なんかだから、うんうん、いろいろ喋らないといけないけど、じゃあ、うん、ゆりちゃんの今後の、もうごめんね、もう本当に風の街角情報局で2分ぐらいしかしてないけど、うん、もうゆりちゃんの今後、うん、どういう風になっていきたい、この
月と海から卒業していくでしょ、うん、いつかは絶対 その後はどんな感じになりたいかなっていうのをちょっと教えてもらってもいいかな。はい、そうですね、私は仕事を辞めた理由としては、うん、なりたいのがキャンドルアーティストに将来なりたいなって思っていて、友達と展示会、もともと作る何かを作ることが好きで、うん、今までいろんな、なんだろう、まあ、ものづくりとかいろいろしてきて、うん、まあ、ハマったらその、 材料を大量買いいつもしてしまって、ほうほうほう、でも飽き性でもあるから、うん、そのものだけがいつも余る事態が、うん、ずっといろんなものが家にあるんだけど、そんな時に多分なんだろう、キャンドルに出会って、うん、で、まあ、キャンドルってこう作るたびに違う、うん、絶対同じものできないし、うん、作り方が本当に無限にあって、うん、ただ溶かして入れるだけじゃなくって、うんうん、こうちょっとなんだろう、混ぜてにすると、うん、なんかホイップっていうんだけど、うん、ホイップしてちょっとこうポロポロになるんだよね、うん、それをちょっとこう周りに貼り付けたりとか、うん、なんか自分でも作り方がいろんな技法とかが出てきて、うん、こんなの見つけたんだぜみたいな、うん、自慢じゃないけど、うん、そうそうしたりして、うん、それでどんどんキャンドル作りにはまっていって、うん、まあ、そのキャンドルの教室にも少し通いながら、うん、仕事もしながらやってたんだけど、うん、まあなんかそれで、まあ、もっとキャンドルのことを学びたいなって思って仕事を辞めて、辞めたんです、うん、そうなんです。でちょっと今こう沖縄に来て、うん、で、まあ、沖縄のそのサンゴとか、うん、貝殻とかシーグラスとか、うん、そういうのもいっぱい、まあ、帰る時までにはいっぱい集めたくて、うん、集めて、うん、それを持って帰って、うん、なんか沖縄の思い出として、うん、それでキャンドルサンゴ入りのとかを作って、また展示会を、うん、まあ、できたら今年か来年かぐらいにはいい、ね、そうそうやりたいなって思ってるんで、うん、今後の目標としては、うん、まあ、ゆっくり でも、うん、なんかその自分 そのキャンドル作家さんにちょっとでも近づけるように、うん、まあ、毎日、うん、いろいろ勉強して、うん、作って、うん、まあ、失敗しても、うん、失敗を学びとして、うん、なんかそうですね、頑張っていけたらなって思ってます。素敵やんゆりちゃん素敵やないか。ありがとうございます、うん、こうやってね、やりたいことって本当に、うん、ちっちゃい頃に見つけられる人ってすごいラッキーで、うんうん、俺なんて本当に35から転職して、うん、今37でしょ。30ぐらいから、まあ、絵を描きたい、絵でいろいろとやっていきたいっていうのを思い始めて、うん、でもやっぱ30過ぎとやっぱ怖いわけさね、うん、周りはみんなその固まっていくのに、うん、今からまたその飛び出すって結構怖いんだけど、うん、でも人生ってのはやっぱ1回しかないし、うん、ふと思ったのが、あれ夢を追うって若い頃しかできないって誰が決めたんだろうと思って、うん、いや追いたいと思った時にその追えるんじゃないかなと思って、うん、もちろんいろんなそのしがらみとかいろんなそのものを覚悟引き受ける強い心がないともちろん飛び出せないんだけど、うんうん、だからゆりちゃんもこうやってやりたいこと見つかってそれに向かって、うん、まあ、いろいろ悩みながらも進むっていうのがすごい素晴らしいことだと思うわけさ、うん、ありがとう、うん、できない人も、まあ、多いと思うし、うん、でも言い換えたら特別な人じゃないとできないわけじゃないわけよ、うん、本当は誰でもできると思ってるわけ、うん、能力が高いとかそんなの関係なく、ただ本当にそこを紙一重なんだけど、うん、一歩半歩でもいい踏み出せるかどうかのさ、うん、でこの先の道がちょっとずつ違っていくんだよね、うんうん、って考えた時に、なんだろう、どうせだったらうーん、好きなことをやって、うん、どうせだったら好きなことでお金をいただいて、うん、やった方が、うん、幸せなんじゃないかなって思っ
もちろんそれが全てじゃないけど、うんうんうん、うん、なんだろう、ね、俺たちは多分そういう風に思う人間だったんだろうね、うん、うん、好きなことが見つかってよかったなって、うんうん、なんか、まあ、やりたいことがなかったから、うん、ずっとそれでなんか見つけられたのは本当ラッキーだなって、うんうん、思うかな。だからそのそれも見つかったんじゃないの、うん、見つけようと本当は必死に探してたと思うわけさ、うん、でも大体の人はあるのに、うんうん、見て見ぬふりをしたりとか、うん、そもそも探そうとしなくてこれでこの現状を本当は違うけどなと思いながらもやってる人もいるかもしれない、うん、でも本当は探せば絶対見つかるし、うん、踏み出せばなんとかその、ね、もちろん自分一人では無理だわけさ、うん、夢っていうのはみんなで叶えていくもの、うん、でそのもちろんみんなに支えてもらうには、うん、真摯にそれに取り組んで一生懸命やらないといけないわけさ、うん、だから、うん、今みたいな感じで、うん、本当に自分こういうことやりたいやりたいって言っとけば、うん、あそういえばゆりちゃんこんなこと言ってたから こんなことしてみたらとかさ情報を誰かが持ってきてくれたり、うん、あとそのゆりちゃんが一生懸命やってるのを見てあこの人紹介してあげようってそう人と人を結んでくれたりとかさ、うん、輪がねどんどん広がっていくし、ね、そういうので多分広がっていく、うん、やっぱ一人で開拓していくっていうのはよっぽどのことじゃないとできないと思うし、うん、基本的には多分一人ではどんなに優秀な人でも何も成し得ることはできない、うん、やっぱ誰かしら人が携わってて人に支えられて、うん、人に応援されて時には人を頼って、うん、なっていくと思うからなんか諦めないことが多分一番大切かもしれないね、うん、うん諦めずね、うん、楽しみさ、うん、なんかマイペースだから本当自分のペースでゆっくり、うんまあ、時間かかってもいいって思ってるから、うんうんうん、ゆっくりやってこうみたいな感じです、うんうんうんやり続けてたらいつかその花開くかもしれないし、うんうんうん、その長い年月かかればかかるほど、うん、そのものに多分説得力みたいのが増すと思うから、うん、なんかすごくいいんじゃないかなと思う、うん、ありがとう、こんな真面目な話も俺できるんだからねごめんなさいねいつもはねCもネーターなんですけど昨日もね、うん、昨日もとってもねあのラジオではお伝えできないようなね、うん、ことなんですけど、うんまあ、だから僕たちはあの僕のコンセプトがあって一応肩書きは俺絵本作家ってやってるんですけど、うん、そもそも絵本だけじゃないから俺絵描き屋みたいなニュアンス、うん、もう絵を描く人、うんうん、だって今あの、まあ、絵本をもちろん出して、うん、後々はちゃんとして製本してちゃんとした紙で出そうっていうのももちろんあって、うん、で今あの LINE のスタンプとかを作ったり、うんうんまあ、絵を使っていろいろとやる絵描き屋さんっていう感覚なんだけど、うん、だから何が言いたかったっけ、なんだろうまあまあ、まあ、あのいろいろとやってて、うん、でそのやっぱり自分一人ではできないわけよ、うん、もう俺も不器用で一つのことしかできないしマイペースだし、うん、でも諦めなかった30から本当にやっぱ周りにも反対されたし、うん、30から大丈夫かとか、うん、いやもう遅いでしょとかいや世の中甘くないよとか、うん、そんなことばっか言われてやっぱそんなのかなって諦めそうにもなったけど、うん、世の中甘くないのはそれはあのよくわかるわけ、うんだからといってそれを飲んでもうなんだろうやりたくないじゃないけどちょっと違うなと思いながら生きていくことって結構もう苦痛だったから俺の場合はそれ飛び出したんだけどだからこんな感じでそのゆっくり自分のペースでずっと続ける、うん、それが一番大切だと思うよでどこで花開くか分からんし出会いもねあれですねうんあとはやっぱり作品に生かすためにいろいろな人に出会っていろんなところを旅とかして、うん、やっぱりなんだろうそのキャンドルだったらキャンドル教室とかそういったのだけだと技術は上がるんだけど、うん、完成みたいなのってのはどうなんだろうと思ってやっぱ同業種の人いろんな意見交換するのはいいと思うわけ、うん、でもそれだけじゃなくてやっぱりあの旅とかをして自分でその目で見たものとか感じた空気感とかを作品に入れてみようとか、うん、そういうのはあのネットで調べてても、うん、あの多分
できないからさ、うん、実際に行ってみて感じて自分で取り入れてしかこれを活かせないと思うから、うんうんまあ、いろんな経験をした方がいいと思うよね、うんうん、だから俺もその絵本を作るときに基本的にはその震災の、うん、あの子供たちに作ろうっては初めてではあるんだけど、うん、やっぱすごい葛藤があったわけ、うん、なぜならばこの震災時日本で一番安全な島にいた俺が、うん、頑張ろうねとか大丈夫だよって言っても、うん、嫌味に聞こえんかなと思ってさ、うん、同じ俺が震災地にいて一緒に頑張ろうとかなんとか言えば、うん、そうだねってなるかもしれないけど、うん、嫌味に聞こえないかなとか思ってて、うん、だから本当は行くのすんごい悩んでたわけ、うん、でもある日そのゲストハウスの方に福島だったかな、その被災地の人が来て、うんうん、人は思うのにそのなんか場所とかそんなの関係ないんじゃないとか、多分気持ちは気持ちで嬉しいと思いますよって言われて、うん、よしやろうっつって、うん、で最初はそのなんか葛藤もあったからあの送ろうと思ってたわけ、普通絵本だけを、うん、でもやっぱ違うと思って自分で行って自分の手で渡すって決めて、うん、で全部自分で飛行機とかいろんなの取って、うん、ぶっちゃけ俺この時が2年前なんだけど、この時は一人旅は初めてだったわけ、うん、今までは全部友達が結構やってくれる人がいて、うん、飛行機の手配とか宿を取ってくれたりとか、うん、っていうのをやって俺はお金を払って、うん、OK って言うだけだったわけさ、うん、ついてくだけ、うん、でも自分でやって初めてあこんなに大変なんだとか、うん、で失敗とかもして学んでいく、うんうん、と思った時にあこの年からでも学びはあるしこのなんかいろんな感覚をやっぱりその自分の目で見て触って確かめて取り入れながら旅してたわけさ、うん、すごく良かった。で、まあ、子供たち結局その震災児っていう呼ばれる子供たちじゃなく普通に仙台になったんだけど、うん、仙台市のその学童保育っていうその放課後、うん、学校終わった放課後にお父さんお母さんが働いてるから一時それまであの迎えに来るまで預かっておく施設に行っちゃったんだけど、うんうん、だからその時に思ったのがあちょっと来るとか間違ったのかななんて思ったんだけど、うん、なぜならば震災の子供たちに俺は本を本当は渡したかったっていうのがあったからさ、うん、でもふと考えた時にあそのレベルに達してないが俺はまだ行けなかったんだと思ったわけさ、うん、なぜならばその時にこの仙台のこの子供たちと遊んでる時にすんごい疲れて最初日子供ってすごい元気でしょ、うん、疲れるね疲れたわけ、うん、もう何十人も相手して、うん、それ全力で相手してから、うん、ヘトヘトになってやばこれ、うん、明日大丈夫かなと思って2日あ3日間だったから、うん、でこれはもうちょっとそのままじゃいけないっつって他の先生どうやってるかなってこう見てたわけさ、うん、そしたらいろいろと学べてあ、うん、子供って大人がいないと勝手にだよ俺子供いないでしょ今結婚もしないから、うん、子供って大人がいないと何もできないって思ってたのに見てたら、うんかまってかまってかまってって先生がいやもうダメっつった瞬間、うん、自分たち考えて遊び始めるのとか見た時に、うん、あなるほど俺普通の子供のこと何にもわからないと思って、うん、それで思ったわけさあ、うん、なのにそのすごいその傷ついてる心 の、うん、そのナイーブな子供のところ行ってたら俺、うん、なんか知らず知らずに傷つけてたかもしれないとか、うん、大変だったかもしれないと思った時に、うん納得したわけさあだから俺はそこに行けなくてここで少しで学んで帰れよって言ってる意味でそこだったんだっつって、うん、で2日目から一生懸命先生との見てあなるほどっつって、まあ、遊ぶとき遊んで、うん、はいもうお兄ちゃん疲れたからはい自分たちでやってっつってやってたら、うん、最初はうん遊んで遊んでいやもう疲れたまた休憩してからちゃんと遊ぶからあまあ自分たちでやってなさいって言うと分かったっつって自分たちでこう遊び始めたりして、うん、そしたら自分も休めてすごい楽だったわけさ、うんでだんだんそういうのを学びながらで仲良くなってでやっぱり帰る時にちょっと手紙とかもらって、うんまあ、ちょっとおませな女の子からラブレターみたいなのもらってさ、うん、またおいでよみたいなことを言った時になんかすごい嬉しくて、うん、なんか、うん、また来るねっつって、うん、この時はだから絵本のサンプルしかなかったから、うん、今度はちゃんと絵本作ってから行くからねって言って、うんまあ、2年後それから2年後まあ、今年の、6月だ、ん？違うな、あ、12月か。クリスマス前に、1回目に行ったのが6月ぐらいだった。夏だったくさ。あ、2回行ったんだ。うん、そうそう。うん、で、今年の12月、クリスマス前に、うん、クリスマスプレゼントみたいな感じで、うん、
うん、届けてきたのさ。うーん、そしたら喜ぶね。そしたらね、もう子供ってのすごいもんで、うん、絵本そっちのけで俺と遊ぼう遊ぼう遊ぼうって言うでも思ったさ、あ、それでいいんだと思って、うんうん、俺絵本作ったよって、その押し付けがましく読んで読んでって言うんじゃなくて、うん、子供が俺と遊びたいならそれを遊んじゃおうと思って、うん、絵本を届けるのは大義名分ってわけじゃないけど、うん、本当はこの子らとの心のやり交流みたいなのをしたかったのかもしれない、うん、だから絵本はもう時間あるときに後で誰か読めばいいやと思ってすっと置いてきたんだけど、うん、変なし読んでないかもしれないけど、まあ、それはそれで全然いいと思ってそこに行ってちゃんと自分でこうアクションを起こしたことにすごく意味がある、うん、結果はそんなに重要じゃないと思ったくさ、うん、だからそれで帰ってきた時に少しでもこのなんだろう、この絵本に重みじゃないんだけど、うん、気持ちも乗せきれることができたのかなと思ってさ、うん、何が言いたいかというか、多分作品で全部そうだと思うけ、うん、物でも、うん、映像でも歌でも何でもそうだと思うんだけど、うん、やっぱりその目で見ていろいろと体験してからその書くものと、うん、頭でこううんって考えて書くものとやっぱちょっと違うのかもしれない、うん、実際に体験して、うん、それ絶対に違うと思うさ、うん、あとやった方が、ね、うん、気持ちとかさいろんなもんで、うん、だからゆりちゃんもやっぱ作品作ることは大切だけど、うん、作品を作るためにもやっぱいろんな人と出会いいろんな経験をして、うんうん、それをまた作品に生かす、うん、それはすごいね、ある、うん、あるね。なんかキャンドルも特にいろんな作る人によって色の出し方だったり、うん、なんか使う材料も違うし、うん、自分には何が合ってるんだろうっていうのはまだわからない、いろいろ試してる段階だから、うんうんうん、その中で何かね、自分らしいものを見つけたいって思う、うんうん、自分らしい作り方だったり、うん、自分らしい作品を作りたいなってすごい思うな、うんうんうん、だから何だろう、日々その一瞬一瞬を精一杯楽しめばいいと思うんだよね、うんもうそれに尽きると思う、それの積み重ねが、うん、そうだね、だから、うん、変な話、未来のことをああだこうだ考えてもあんま意味がないかもしれないって思ってて、うん、なぜならばその今一瞬一瞬の積み重ねがその未来を作っていくわけだから、うん、その今一瞬一瞬を精一杯やっとけば、うん、おのずとその自分がこうなりたいなっていう未来に、うん、まあドンピシャじゃないかもしれないけど、うん、近づけるかな、そう近づけると思うんだよね、うん、だから、ね、楽しみながら、うん、今がね、そうやった方がいいと思うよね、うん、なんか昔は多分将来のことばっか気にしてたと思う、うん、親の、うん、親から言われる、うん、そのこうなりなさいとか、うん、なんかこうなった方が将来楽だよっていう、うん、なんかまあ周りの意見とかもあって、うん、こうした方がいいのかなっていう風になってる時もあったけど、うん、なんか結局楽しくないんだよね、別になんかそう言われた通りにやっても楽しくないし、うんうん、だから私は今が一番楽しいと思う、自分の好きなことを見つけて、うん、自分の来たいと思って沖縄に来て、うん、やりたいことを毎日みんなと楽しんでやって、うんうん、だから今が一番人生で最高潮、うん、楽しい、これ素敵じゃないもう素敵じゃないの、うん、素敵、あの頃は楽しかったって言いたくないもんね、うん、だって今が楽しいし明日もっと楽しいことが待ってるからワクワクって思って、うん、ワクワクする過ごしたら変なし、年取るの怖くないもんな、うん、僕もそうよ、本当に37年間振り返って、うん、今が一番楽しいし、うん、明日もっとどんな楽しいことが待ってるのかなって思って、うん、生きてるから本当ルンルンだよね、うん、うん、素敵素敵、うん、素敵、だからだって過去の栄光とか、まあ、あったとしても過去は過去だし、うん、もう戻らないし、うん、これから来るこれからいろいろと変われる未来を向かった方がやっぱりね、うん、生きてて楽しいよね、うん、楽しいね、うん、なんかそうだね、昔
なんか沖縄に来て自分の考えとか、うん、今まで思ってたことは、うん、なんかだいぶ変わったなって、うん、思う。なんか、うん、多分昔は、うん、なんだろう、まあ、結構私あまり高校が好きじゃなかったんで、うんうん、中学校に戻りたいな、小学校の頃の方が楽しかったなとか、うんうんうん、すごいそこの昔の記憶にばっか浸って、うんまあ、高校の友達もいるけど、うん、前の方が楽しいみたいな思うこと、うんうんうん、過去の方が良かったってすごい思うけど、うん、でも今は今が一番だから、うん、それはすごいことだなって思う。ずっと前までは過去にすがってたのに、うんうん、今はこんなに楽しいなって思えるから、うんうん、この過去にその囚われた経験があるからその今が楽しめるっていうのもあるかもしれないよね。うん、そうだね、うん、だから過去を振り返ることはいいことだと思うけど、うんたまにさ、うん、なぜならばその自分がこうって思ってきた道が、うん、あれこれずれてないかなって思うときって、うん、やっぱり今から進むないとこを見るんじゃなくて今まで辿ってきた道を見て、うん、あ歪んでる、ちょっとだけ歪んでるとかっていうのは分かるから、うん、振り返ることはたまにだけど振り返ることはすごいいいことだと思うさ、うん、それは前に進むための助走と一緒だけ。おその前に目の前に壁が出てきたときに、うん、やっぱりあれ進む道間違ってから壁があるのか、それとも自分が進もうとする道には、うん、これは越えていかなきゃいけない壁なのかとかさ、うん、思ったときにちょっと後ろを見たときに、うん、あこれ越えていかなきゃいけない壁なんだと思ったときに、うん、過去をちょっと振り返ることが助走になるわけよ、うん、あの頃こういう気持ちで俺はやってた、ちょっと今おごってたなとかさ、うん、あ今ちょっと違ってたなとか思って、うん、またふんのしを締め直すじゃないけど、うん、気持ちを引き締めてこれを超えていく、うん、でも過去にとらわれちゃうと、うん、進んでないわけよ、うん、だから、まあ、過去は何だろう心のなんか引き出しにね整理整頓して入れといて、うん、たまに見るアルバムだからいいですよね、うん、ずっとアルバムに浸ってても意味がない、うんうんうん、だからこうやってね少し過去を振り返りながら楽しい未来へね向かっていくっていうのが、うんまあ、いいんじゃないかなと思うんだけどね。なるほど、もう過去があるから今が楽しいんだよね。そう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 、うん、だから楽しくなかった過去も何だろう意味があるわけさ本当は、うん、でもみんなその楽しいことには意味があって楽しくない時ってのは意味がないと思いがちなんだけど、うん、全然そうじゃなくて楽しくないかった時の方が本当はあのバネっていうか意味があることかもしれない、うん、なるほど、うん、うんあのなんだろう多分ゆりちゃんもいろいろと楽しかったらさ、うん、ひょっとしたら今もあの安定じゃないけど、うん、そういったおなんかそういった仕事になってたかもしれない、うん、でもあれなんか違うなんか違うって思ってくすぶって自分がいるから、うん、その時初めて人ってあの自分と向き合うと思うさ、うん、今までは人がこう言うからとか人がこうやってるからとかで選んでたかもしれないけど、うん、でもそれじゃなんか楽しくないなと思った時に、うん、じゃあ私はどうしたいのとかじゃあ私が本当に幸せになるためにはどこの道を行けばいいのって初めてこの目が自分自身に向くと思うわけ、うん、で自分と会話して初めて、うん、で自分の弱さも受け入れて、うんはあ、自分ってこんなにもダメなんだ外向いてる時はそれは見て見ぬふりしちゃうわけ、うん、うん、私だって、まあ、まあできるしみたいなさ、うん、でも 弱い部分を受け入れて初めて強くなると思うわけさ、うん、あの鎧だけ作ってる人はやっぱ弱い、うん、でもだからなんだろう自分の弱さをさらけ出せる人ってのは本当に強くないとできないと思うわけさ、うん、弱さも含めて分かってる私はこんなに弱い人間っていうのを含めて、うんよしこう進んでいこうってやる、うんうんうん、だからその楽しくなかったこと何が言いたいかっていうと全部意味があるってことよ、うん、要は、うん、何一つ無駄なことがないただ無駄って思ってる心がそれを無駄ってことにさせてるだけで話で、うん、全部それに意味があるって思えば何かしらやっぱり得るものはあるんじゃないかなと思うよ、うん、なるほどうん俺も20代はやっぱねいろんなもんから逃げてたうーん仕事もなんとなくやってたしうーん目の前のその問題とかから逃げてたし
で逃げて逃げて逃げまくって、でも逃げれないとこまで来てからやっぱ自分自身と向き合う、うんうん、だからさ、うん、うん、なんかめんどくさいわけよ本当は自分自身と向き合うってさ、うん、自分の弱さを受け入れるとか本当は嫌だわけ、うん、なりたい自分にもなりたいんだけど、うん、実際はそうじゃなかったこのギャップ、ね、理想と現実のギャップってあるでしょ、うん、それにも打ちのめされながら、うん、でもやっぱり打ちのめされてないふりをしながら、うん、あ大丈夫なんとか生きてますよみたいなふりをしてたんだけど、やっぱ違うと思って、うんうん、初めてそごめん俺やっぱり打ちのめされてるわって自分で認めて初めてじゃあ打ちのめされない痛みにはどうすればいいのとか、うん、この打ちのめした痛みを超えていくにはどうすればいいのっていう風に変わっていった、うん、だからその30ぐらいから自分自身と向き合って、うん、35からよしやるっつって決めて、うん、まあやり始めたんだけど、うん、だから俺はもう伝えたいのはもう本当に一つで、人生は一回しかないし、うん、何歳からでもあの何をするにも遅くない、うんうん、ただもちろん若い頃よりはあの苦労というか大変なのはあるとは思う、うん、でも不可能ではないっつって、うん、でその何もやらないで一生終えるんじゃなくて、やっぱり楽しくて、あと楽しんだらやっぱり周りに感謝して、うん、感謝できると思うわけ、うん、感謝ね、うん、だからそんな風に生きて いけるんじゃないっていうのをちょっとみんなに、うんうん、言いたいというかさ、うん、それもなんていうの俺は特別の力なんて全然なくて、むしろ俺は一般的に言ったら能力低い方だわけさ、うん、本当にあの不器用だし二つのことできんし一個のことしかできないわけ、うん、それでもやっぱりなんとかやってるのを見て、うん、あいつができるのって俺もできるっしょってやっぱみんな思ってほしいわけよ、うん、あいつはやっぱ能力強いからな俺なんてななんていう話じゃなくて、うん、あいつができるのって俺にだってできるだろうと思って、うん、そのいろいろと自分のやりたいことをやってほしいなっていう、うん、思いでやってるわけさ、うん、だから本当に何だろうみんな夢っていうのは、うん、能力とか何だろうもちろんないよりは絶対あった方がいいんだけど、うん、なくてもなんとかそのそれだったらこっちの方だったらこういうふうにできるんじゃんとかさ、うん、いろいろとその自分を幸せにする方法っていうのはあるんだよねと思ってさ、うん、人を頼ればいいし、で自分が成長するために一番必要ないのは何かって考えた時に、これはまあゆりちゃんも言ったことあると思うけど、俺はプライドだったわけ、うん、プライドが高いと人の意見を受け入れないって気づいたわけさ、で俺は高かったわけ、うん、でも自分がそのできないってことを認めたくないから、うん、聞かないふりをしたりとか、だから逃げてたわけさ、うん、でも自分がその良くなりたいとかもっと幸せになりたいと思った時にその邪魔なプライドっていう気を1年ぐらいかけて本当にゆっくりゆっくり切り倒してたわけよ、うん、でこれをなぜならばそれを倒したら終わりじゃないよ、うん、誇りは捨てないよプライドはあの切り倒しても、うん、誇りはちゃんと持っててどうせ後でもっと花綺麗な花を咲かせられるわけよ、うん、で最初でその切り倒していろんな人の意見を聞いていろんな人のことをその見てみる、うん、そうすることによってなんかやっぱうまく いってたからさ、あなるほどだからこの人はこういうこと言ったんだとかさ、やっぱ経験者とか、うん、なんだろ う助けてくれる意味で助言してくれてるわけだから、うん、大きなお世話とか上から目線だからお前気に入らないから嫌だっていうわけじゃなくて、うん、なんでこの人はこういうこと言ってくれたのかなとかいろいろと考えてみると、あなるほどっつって、うん、だから最初の頃は作品は自分で作らなきゃ意味がないと思ってたんだけど、うん、絵本の話なんだけど、うん、でも今はいやそもそも一人で作れる作品なんて一つもねえと思って、うん、だったらみんな楽しみながら作ってこれを俺がじゃあ代表として届けるような絵本、うんしていこうと思って、うん、でこれからもどんどんあのこの時いる人、うん、ヘルパーさんお客さん、うんまあ、シチュエーションが変わったら そこにいる人、うん、含めて全部で作っていって、うん、これをいろんなとこに持っていこうとか、うん、っていうふうにやろうと思ってさ、うん、
だからそこからすごくなんか、うん、変わっていけたっていうか、うん、あなるほどねと思ってさ、うんうんうん、だからその先に、うん、あ自分のやり方はこうなんじゃないとかっていうのがある。でも最初にみんなそれは自分はこうだからっていうのを強すぎちゃうと、うん、だって35なんて80の人からしたらガキンチョのガキンチョだからさ、うん、だし俺なんてすんごい狭い世界で生きてるわけだから、旅してる 人に比べたら俺の知ってる世界なんてほんとちっちゃいわけさ、うん、だからダイビングとかやったのもなんていうの、陸上しか知らない俺と、うん、陸と海知ってる、もう要は世界が2倍に広がるわけだから、うん、どっちがそのなんだろう、いい作品ができるのかなと思った時にやっぱそうだと思うわけさ、うん、海のも知ってるよみたいな。そうそうそう、確かに世界が広がるね、うん、そういう風に考えたことはなかった、うん、海も知ってればって、うん、だから一見関係ないように見えて、うん、本当は全部あの自分のやりたいことにつなげきれるはずだわけさ、うん、だからそれをだからなんだろうな、うん、俺は思ってたね。だからすごく最初は苦労したよなんか腹立つな、いちいち俺がこんなに一生懸命作ったのを一周するわけ、うん、あこれダメじゃんつって俺がどんなもの作ったかお前分かってんのがこいつ腹立つなと思ったんだけどでもこの人がダメって言えるってことは、うん、やっぱりそれだけお前の何倍も昔やってたから言えるわけさ、うん、もちろんあの何もしてないのに言ってくる人のことはあんまり気にしないんだけど、うん、この人がなんでこう言ったのかな、あなるほど昔俺よりも何倍も努力してこうこうこうやって余計苦労してきて言ってくれたってなった時に、うん、あじゃあどうすればいいと思うかなとかさ、うん、聞けたりとか、うん、だからこうこうこうすればいいんじゃないとかさ、うん、やっぱ人の話を聞こうとする人にはやっぱ教えてくれるわけさ、うん、人ってでもチッとか お前何言ってんだってやるとあじゃあもう言わないわってなっちゃうわけさ、だからどっちがいいのかと思ったら難しいよな。難しいね、うんで、まあ、俺の場合はそうだったんだけどプライドっていうのを大きな木を切り倒して、うん、そこからさらにいろんな違うまた芽が出てさ、いろんな芽が出ていろんな花を咲かすのを信じてそれを切り倒したんだけど、うん、結果少しあうまくいってるかもと思ったから、うん、それでよかったと思ってさ、うん、切り倒せてよかったね、うん、でもなかなか苦労するわけ、うんうん、やっぱ自分なりにその考えに考え抜いたことだし、うん、気づき上げてきたって思ってたからさ、うん、でもそう言ってくれる人は俺の何倍もその世界で生きてきたとか、うん、何倍もその苦労してきた人が言ってくれてるのを ありがたいことだなと思って、うん、本当だったら言わない方がいいわけよ、言わないで独りよがりでやっとけばって思って言わない方がいいかもしれない、わざわざ言ってきてくれるありがとうっつって、うん、だから、うん、今すごくありがたいなと思ってさ、うん、そんな感じよ、うん、ほらゆりちゃん、はい、おい時間こんな経っちゃったよ本当だ、てか今日マジで、うん、なかなかいい話してますぜ、本当にいつも違う、いやもういつも本当にね、あのこちらにみむちゃんを口説いたりだもう女の子大好き大好きとかそんなことばっか言ってるからね、うん、じゃあ今日はいい回だ、そうだよ、うん、ただ何度も僕言わせてもらうけど俺があの、ゆりちゃんかわいいとかみむちゃん大好きっていうのは俺がチャラいからじゃないんだからね何度も言ってますよこれ違うんですよ、君たちが、うん、よく聞いてよ、君たちがいい女すぎて俺がこの言葉を言わされてるの、君たちが悪いの、こっちが被害者なのに、何なんだ君たちこのかわいすぎてバカタレが俺だってな本当はなずっと世界平和の話したいんだ、でもな君たちが可愛すぎてなついついかわいいとか大好きって言っちゃうんだああもうそれをなんかこの人 すげえスケベみたいな目で見やがってさスケベに刺してんだ君たちがよし責任転嫁終わったところでこういう風に視点を変えると、うん、ねこういう風な意見もできるわけよ、うんうん、なるほど、で私は考えましたあのよくこのラジオでもちょこちょこ言ってんだけど、うん、告白の仕方、うん、まあ、ゆりちゃんもしたと思うけど、うん、まあ、大体の人はどうやりますか、ゆりちゃんは大体どうやるの告白するとき、
告白したことないです。パードン。ずっと念力で振り向けてるの。うん、したことないんです。あ、そっか、うん、まあね、これ何回も言ってるんだけど、大体の人は、うん、好きです、付き合ってくださいって言うわけさ、うん、ただごめんなさいって言われることもあるわけさ、うん、それは何でかというと、例えるなら、うん、門前払いという言葉なんであるんですかって、うんうん、門の前に立っちゃうから、あ、例えばセールスマンがね、門の前に立って、うん、あ、すいません、お話だけでも、あ、いいですっつって払われるわけ、うん、門の前に立っちゃうから払われることがあるってことは、門の前に立たなければ門前払いはされないって話だけど、どういうことかというと、うん、だから好きです、付き合ってくださいって言うと、うん、ごめんねって言われることもある、うん、どうすればいいのって思う時に、うん、俺考えましたよ、まあ、例えばゆりちゃんに言うとするよ。ゆりちゃん、俺と付き合ってるからねって、もうだからリビングに行っちゃってるの俺。お茶まだみたいな顔してるわけ、うん、ゆりちゃん俺リビングにいるけど、お茶茶菓子とかないのみたいな。だからノックもそうだけ、うん、ノックもドアの前でノックするって誰が決めたの。俺は一回玄関まで入って内側から、ね、いるけど入っていいかなみたいなノックをするわけさ、うん、こういうふうに誰が決めたか知らない変なルールを全部、うん、打ち破っていくわけですよ、うん、なるほど。この話も5回ぐらい聞いた。あのね、もうブスは努力してるんですからね、君たち本当に、うん、もうそろそろ認めてくんねえから。もうでも私カメちゃんのことブスと思ってないからって何回も言ってるけど。本当に。うん、あれ俺飲み会でめちゃめちゃ喋ってたから、ちょっとごめんなさい、うるさいんですけど、そこのお尻みたいな顔って言われる。どっち、お尻みたいな顔どっちって。いやいや俺ごめんなさいね、失礼な表現かもしれないけど、肛門じゃねえわって言ったから喋ってるこれ、うん、口だってね、そんなことも何回も、俺心の全身打撲で救急車に運ばれそう何回もあるからね、本当に、うん、それを救急車呼ばず、うん、自分で直して、うん、折れてるところ折れてないふりして、そうやって自然治癒だね。そう、自然治癒。それはね、サイヤ人みたいに早くなるわそれ。うん、こんだけ怪我するやろ、うんうん、どんだけお怪我してきたんだろうね、うん、いやもう本当にね、もう引き逃げ引き逃げの連続ですよ。かわいそうに。おめえブス舐めてんじゃねえぞてめえこの野郎。本当に舐めてない舐めてない、うん、こんな感じで、これがうまくいってたらできない発想だからさ、うん、うまくいかない、なんでだろうってかやっぱ考えちゃうわけ、うん、なんて時に、なんで告白って、なんで告るって告白じゃなきゃいけない、報告でもよくない、うん、同じ告だしと思ったわけ。だからその言葉が出たわけ。なるほど、付き合ってるんだからねっていうのは報告でしょ、うん、そうだけど、だからそれの俺の告るはそれだわけ、うん、告白じゃない、もうすでに付き合ってるんだ、そういうことですよ、うん、だからもしゆりちゃんが、いや絶対無理、別れようって言ったら元カノって言ってんだから俺は。ん、どういうこと。もう一回付き合ってんだから、うん、元カノって言っていいんだからね本当に。ああなるほど、うん、言っていいんだ、そういうことですよ、うん、だからどっちに転んでも俺は男も上がるし、うん、うまくいったらうまくいったでラッキーだし、うんうん、っていうふうに自分をすごい考えだね。そうですよ、だから、うん、正面から行くストーカーみたいなね。だからそもそもごめんなさいね、怖い、俺の話になるけど、うん、後ろからつけるからストーカーって言われるわけですよ。前に行ってギュッて後ろ向けば、うん、おめえがストーカーって言ってんだからね。そういう発想ですよ。すごい発想の転換。そうです、そう、そういうこと、うん、何つけてんだよお前、俺のこと好きだろって言っていいんだから前の方に行けばよ。、うんうん、そういうふうにいろんな視点、その何でもいいけど、ピンチをチャンスに、うんうん、変えて、ピンチをチャンスに、そういうことですよ、うん、ピンチはチャンスであり、うん、ってことですよ。ピンチから逃げちゃダメなんだ。そういうこと、そういうこと、それを逆手に取るって考えることで、うん、チャンスになるってことだからさ、うん、そうだよね、うん、うん、だからね、うまくいってるイケメンなんてね、本当ね、あと何年かしたらな、俺の方が追い抜くんだバカ、それがカメちゃんの方がいい男だよ、でしょ、うん、分かってる君は。何なんだろう、涙が出てきそう。なんだろう、うん、まあ、そういうことなわけですよ、だからうまくいきすぎてる人にもね、こんな人、大怪我した人の方がな、うん、強いんだからな、骨とかいろんなものが。
やみむちゃんもね、ブス舐めてんじゃねえで歌をね、この作ってもらおうかな本当に。ブスを応援ソング。うん、ほんま。応援する。うん、ヒップホップで俺、うん、出るわ。うん。うん、DJ ね。え ？DJ。DJ。まあ、うん、まあね、君たちはまだ若いからな。うん。二、う、十、ん、後半ぐらいになると、うん、顔だけじゃないんだって気づくわけですよ。うん、お尻みたいな顔でもないよりはいいかなってやっぱなるわけですよ。うん、うんうん、あるだけラッキー顔なんて。あるだけラッキーか。うん、あるだけラッキー。もうすぐね、うん、もうすぐ誕生日だから。うん、もうあこっち側に来れる？うん。うん。だんだんもう心の目もちょっと開いてきたから。あ開いてきた？うん、うん、もうすぐそっちに行くと思う。あなるほど。うん、なんかもうすぐそっちになんかもう死んじゃうみたいな感じだけど、あの世に行っちゃうみたいな感じ。違う違う。違うからよ。うん。うんうんね、よかったよかった。え、俺何の話したっけ今。てか何が言いたかったんだっけ。最終的に ね、 うん、そうだね、なんか結局分かんなくなっちゃう、何を言いたかったんだよね、うんうん、そういうもんだよ、ま、そういうもんでしょ、うん、だって俺もうあのここラジオかもしれないけど、うん、喫茶店にいる感覚なんだよね、うん、本当にゆったりまったり、うん、最初めっちゃ緊張したけどでしょ、うん、今大丈夫だよ、もうあの苦情なんて一切来ないし、多分こっちのラジオの人が止めてるかもしれない、来すぎて、うんうん、こいつらは本当に電波泥棒本当にいっぱい来てるかもしれないけど、うんうん、これ本人告げたらすんげー大変なことになると思って、うんうん、まあ、ようわからんけど俺たちは来ないんで、うん、好きなだけ喋って、まあ、好きなだけ喋、うんうん、まあ笑って好きなこと好きな感じでいいわけですよ、うん、うん、だってさ俺たち初めでやるときからまずその何を話すっていうタイトルも決まってないし俺なんとなく内訳みたいなのがあってこういうことを話しなさいみたいなのがあって、うん、それに進んでいくのかなと思ったけど何にもないし、うんうん、さあどうぞみたいな、え丸投げと思ってこれど素人の僕らにと思ってそうそうそうやばっつって、うん、それから始まったからさ、うん、今もこれも急に始まったからびっくりしたよ、でしょ、うん、今日みたいな、今日行くっつってて、うん、あもう始まってんのって思っちゃった、うん、そうそうそう、まあそんな感じ、うん、なんかプロはプロでそのちゃんとプロらしくやればいいし、うん、こっちはど素人なんだから、うん、変な話もうゆったりまったりいいわけよ、うんうんうん、これ聞いてちょっとでもクスってしながら仕事してくれたらいいな、うん、イライラはしないでほしいな、うん、3人ぐらい聞いてくれたらいいなそうだね、うん、じゃあねゆりちゃんあの覚えてるかな30秒前ぐらい、うん、いや15秒前にしようか、15秒前、そう、うん、俺があの入ってるから、うん、カデナ街角情報局また来月バイバイって言ってよ、うん、オッケーオッケーね、オッケー、うん、じゃあ15秒前から行くからさ、分かった、ゆっくりあのゼロに合うように行くよ、ゆっくり、早口じゃなくていいからさ、分かった、じゃあ行こうか、はいどうぞ、それではカデナ街角情報局、うん、また来月、はい、うん、バイバーイ、いやーバイバイ、やったゆりちゃん大成功、バイバーイバイバーイ、またいいよ、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いやー今日は暑い、今日よかったね、ねみむちゃん、いつもと違う感じでしたね今日、でしょ、そんなに違う、そやで本当にただね俺本当に今嫌われてないか心配だからゆみちゃんなんか編集できねえかな、あの熱い緊張したよ、緊張した、うん、最初緊張した、うん、え始まっとるみたいな、あそうそうそう、熱い熱い熱い、よしじゃあゆみちゃんあの写真お願いしてもいい、ゆりちゃんじゃあもう一回このイヤホン、あ、ヘッドホン、はい、はい、お願いします、あ、写真撮りましょうか、あ、姫ちゃん、あ、私のもある、ちょっと撮りましょう、ん、うん、あ、そっか、じゃあ止めます、はい、ユーストって